どうも、テッシーです。お世話になります。メタルマックス2、続きをやります。エルニーニョの街の探索ですね。このね、エルニーニョの街のね、この建物がね、また好きなんですよね。メタルマックス、やっぱり世界荒廃した状態で、まあ建物がね、こういった感じでボルドイのがね、残ってたりするんですよね。こういう瓦礫っぽいのもね、なんかありそうじゃないですかね。実際。で、ガレージみたいな感じで建物があると。もう一回聞いておきましょうかね。間違えた。エルニーニョ、すげえいい街だぜ。ほんと、いい街、最高。はい。まあ、シェルターみたいな。まあ、ガレージ入っていきましょう。流れ物のハンターか。まあ、せいぜい商売に精出しな。ほう、なんか意味深げの。ナイルのおじいさんなら、もう窓の街に戻っていったよ。あ、入れ違いかみたいなね。たかが車の修理のために命がけで砂漠を越えてくるなんて無茶するような、あのじいさんも。で、戦車装備屋ですね。まだここは用はないと。戦車道具屋トラジロなんてチンピラを雇った私がバカだった。トラジロ、ああ、もしかして私も牢屋に入れられるんじゃ。おろおろ。これ修理屋です。で、満タンサービス。あ、そっか。トラジロってあれか。この町は、メンドーザの旦那が仕切っておられる。仕事にありつきたいなら、メンドーザ様にお願いしてみるんだなと。もう仕切られてるじゃん。この上は、メンドーザ様の部屋だ。ご機嫌を損ねたら命がなくなるとしれい。しれい。いいじゃねえか。ちょいと付き合えよ。先おごってやっから。なんだよ。な、いいだろう。付き合ってくれよ。ガンシカっていうね。セーブしてみる？ポンポンポンと。はい、セーブ完了。気をつけてね。強そうに見えないんですもんと。もう絶対もう無視。完璧に無視っていうね。よし。メンドーザ様。け、メンドーザだか。扁桃腺だか知らん。扁桃腺？かわいい手下をこんなところに寝かせるなんてよ。大したボスじゃねえな。おら、ちょっとがっかりだよ。どこの立場からは言ってるっていうね。だ、まあ、仕切られてるから、もうって感じですよね。謎の階段。おっつ、面倒な様に会えてるのか。はい、まあいいだろう。どんな、ということで面倒なさん、わあ、赤い髪の女連れてるわ。なんだ、女なら分けてやらんぞ。女はみんなわしのもんじゃ。ほほほ、あー、また負けちゃった。お、できますね。やってきます。ナポレオン、ルイス、クレオパトラ、ネロ。お、ネロ行きますか。賭け金、10。カエル、ゲコゲコ大作戦。4匹増えてますね、ワンと違って。おし、ネロ。スタートいい、いける。これはいけるんじゃない？いけ、いけ！ネロ、ネロ、もっといけ！あー、クレオパトラに負けるか。いける、これはいける。嘘でしょ、マジかよ。鼻ぐらい、鼻のさ、マジですか。ちょっと、ソクラテス、ハムレット、ルイス、どうしよう。ソクラテス行くか。うわ、行け、よし。テスタロッタ歩いてる。うわー、どっちだ。テスタロッタ勝てるか。どうだどうだ。いけ、ソク、あー、テスタロッタか。いけ、いけ、よし、勝った。オッケー、大丈夫っす。よし、大丈夫っす。ちょっと儲かった。うふふ、怖い怖い怖い。本当はあそこにいる女たちも人体実験の材料にされる運命だったのさ。はあ。
だが面倒田様はスケベでいらっしゃるからな。グラップラーの組織の上の方には内緒で、若くて綺麗な女だけ命を助けてやるってわけだ。はあ、くー見ろよ、いい女だな。俺も早いとこ悪事を重ねて出世したいぜ。とんでもねえところっすね。ちくしょう、俺が冷蔵庫に入れといたバリバリソーダ、誰か飲んじまいやがったな。いやー、食の恨みは怖いからな。回復カプセルを見つけた。これも誰かのなのかな。面倒田様の上にはグラップラー四天王と呼ばれる恐ろしい怪物がいてな、さらにその上に本当のグラップラーのボスがいるらしいぜと。小遣いでもセビルに来たのかい。ヒヒヒ、グオゴゴゴと。まあこの町は面倒座さんが仕切ってると。全然いい町じゃないじゃないですかと。まあでも普通のお店もね、営業してるっていうね。やつらの、あ、いや、あの人たちの命令で牢屋を見張っています。虎次郎のやつかわいそうに。でも昔から手癖の悪いやつだったからな。ま、自業自得だろ。本当にかわいそうなのは虎次郎のお姉さんと親父さんだよな。虎次郎、こいつこいつっすね。来た。あんたはやつらの仲間じゃないらしいな。俺は虎次郎、そこの修理ドックで働いていたメカニックさ。グラップラーどもの車があんまりピカピカなもんでよ、ついムカムカしてめちゃくちゃに壊してやったぜ。へへ、ざま見ろってんだ。そりゃ牢屋に入れられるわ。メロディー、ああ、トラジロ、どうしてやつらの車にいたずらなんか。お願い、あの子を助けてあげて。手癖は悪いけど根はいい子なんです。いや、俺の車もめちゃめちゃにされるかもしれん。自動販売機で物を買うと商品が当たることがある。でもってその商品は自動販売機によって違うらしいんだな、これが。ほう、んー、まあまあまあ、オッケーオッケー。ひー、許してください、勘弁してください。なんだ、見せもんじゃねえぞ、あっち行ってろ。どこ見て歩いてんだよ、おや、おっさん。許してほしけや金出しな。昭和、セリフが昭和。うるせえな、どこでしょんべんしようが俺様の勝手だろ。うん、昭和。まあ酒場は相変わらずですね。町の西の川には橋がかかっている。その橋の北東に鳩場の村があるはずだ。鳩場の村かな。強いやつには逆らえない。面倒座の手下になった方がこの町では楽に生きていけるかも。まあまあまあ、そうですよね、仕事とか回ってくると。まあ搾取される感じではあるんですが、まあ生きてはいけるかもというね。いらっしゃいでしょ。なんで俺の名前知ってるん。今日何にする。話をする。お酒飲むとみんな酔っ払っておしゃべりになるの。だから酒場では噂話や耳寄りな情報が聞けるってわけよ。なんで俺のこと知ってるん。ふんと。マスターは相変わらず。西の方角に犬ばかり住む村があるそうじゃ。そこにポチという名のめっぽう強い犬がいるとかいないとか。出た、いるとかいないとか、俺がよく使うやつ。いるとかいないとか絶対いるし。ピチピチブラザーズ。まあウォンテッドモンスターはまあいいかな、いずれ。ばあさん、すまないね、ばあさんがお相手で。本当はうちの店にもメロディーって可愛い子が働いているんだけど、ちょいと訳ありで最近店を休んでるんだよ。あ、弟捕まっちゃったからね。バカな弟を思ってメロディーちゃんも苦労が絶えないよな。噂じゃ虎次郎のやつもうすぐ処刑されるとか。メロディーちゃんきっと泣くだろうな。マジですか、処刑されると。そういえば厳しい。牢破りの名人の噂を聞いたことがある。名は確か銀馬とか言ったっけ。そいつでも連れてくりゃ虎次郎を助けることもできるんだろうが。銀馬。ああ、酒場に若い女がいないなんてよ。でも悪いのは俺たちグラップラーなんだもんな。参るぜ。ジレンマ。
そりゃ肩もみのおっさんですね。そこは分かってるんだっていうね。あれ、これなんかあったけど、これいけないと、なんかいろいろあるんですよね。確かここも牢屋にぶち込まれとる虎次郎ってのはこの店の親父の息子じゃよ。ほう、レンタルタンク親父虎次郎パパ、ご返却でございますか。いやいや、まだ借りてないっす。ここがはしごを降りれば転送センターじゃ。転送事故を怖がって誰も使わんのでな、電源を切ってあるがのふえふえ。転送センター、そうですね、電源入れましょうか。そしたらどうやら電源が入っていないような。確かここで動かせるはず。左に宝箱が見えました。命令をロールオン、転送センターオン。これで使えるようになりましたね。左、あれどうやって行くんだろう。なんかあるな。なんだあんたは、虎次郎なんてバカは知らん。さあ出てってくれ。こっちは一緒ですね。お、ここはレンタルタンクチェーンお得意様リスト、オトピッチ様251ゴールド。オトピッチ、なんかどっかで聞いたね、響きですよね。ピチピチで、転送センターでこれで窓に戻れます。でちょっとまだね、情報収集していきましょう。宿、ここも宿屋、もうちょっと怪しい感じなんですよね。この宿屋に泊まったまま姿を消した人間が何人もいるらしい。2階に何かあるに違いないんだが、あの男が邪魔をして階段へ近づけないのだ。おお、悪いな、通れねえんだよ、諦めな。はい、ちょっとここはね、ヒヒヒ。どの部屋にお泊まりになりますか。竹の間、その部屋今塞がっていましてね、ヒヒヒというね。これはちょっとまあまた後でという感じです。くっそー、グラップラーのやつだめ、俺たちの街の中で好き勝手やりやがって。おっと、へへ、今のは聞かなかったことにしてくださいよ。なんだてめえは、俺はグラップラーだぞ、文句あんのかこらーと。グラップラーと、まあ、メンドーザ様、まあ、メンドーザが、まあ、グラップラーの一味というね、ことですね。ドラム缶の下には何もねえ、ほんとだよ。なるほど、何もないと。人間道具屋、人間装備屋、装備も買えないっすよね、全然ね。めっちゃいいの売ってますけれど、こやつだわ。兄貴、なんか言ってるよこいつ。ミーたちの賞金安すぎるザンス、鳩場の村あたりで人暴れするザンス。あんたミーたちの名前をよーく覚えとけザンス。ミーたちはピチピチブラザーズ、史上最強の大悪党兄弟ザンス。というピチピチブラザーズとの対面でした。で右側に住んでますね、住んでる人がいますと。ドラム缶の下何もねえと。あるじゃないかと。色の違うドラム缶、これは動かすことができるというね。ふう、やつらに嗅ぎつけられたかと思ったぜ。面倒座たちがこの町にやってきた時、やつらと戦って負けた。あー、なるほど、レジスタンス的な感じかな。俺たちはその生き残りを。なるほどね。わしは金馬。お、鍵開け名人、死に損ないの追い堀じゃ。ひょっとして銀馬の居所を知りたい。金さん銀さんみたいなね。はい、いかにも銀馬とわしとは古い馴染みじゃ。居所も知っておる。じゃがお前さんが奴らの手下でないとも限らんでな。面倒座の手下と。おい、それと口を聞くわけにもいかんのよ。厳しい。
あれ、あの宝箱どうやって行くんだろうね。なんかありましたよね。まあいいや。で、この町での探索は終わったので、転送センター行きますか。エレクトリックテレポート、どこに行きますか。転送先を選んでください。窓、転送目標地点、座標確認、窓にテレポートを行います。転送装置に入ってください。入ると、ほん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 、窓にやってきました。で、窓の転送装置も使えるようになってますね。 OK、 戻ってきてナイルのじいさんに会いますと。そうすると戦車が手に入ると。おお、テッシー、まだ足が生えとるようじゃな。あ、生きてるってよかった。あ、そうか、ナイルじいさん知らないからね、俺っち、俺テッシーが起きてきたことね。わしの後を追ってエルニーニョに向かったと聞いたのでな、心配しとったんじゃと。あ、そっちね。なるほどなるほど。わしはナイル、この修理ドックの主じゃよ。2階であんたの看病をしたイリットと、カルはわしの可愛い孫たちじゃ。それにしても、あんたの仲間たち、奴らに勝つことはできなかったが、勇ましい死に方じゃった。そうですね。うん。町を守るために命がけで戦ってくれた。あんたはそのたった一人の生き残りじゃ。せめて何かあんたにしてやれることはと思うてな。さ、こっちへ。物は試しじゃ。その車に乗ってみなされ。はい。乗り降り。撤収。で、戦車の名前を決めると。もうデフォルトでガルシア号になってますね。ガルシア号で言いましょう。 OK、 テッシーは車に乗った。おっつ、ガルシア号は自走不能です。バギーが大破しています。戦車の状態を見てください。このままでは移動できません。戦車の状態、うわー、バギー大破、スパシーボ2も破損。大破が赤で破損が黄色かですね。とりあえず降りると。あんたの仲間が乗っておった車じゃよ。ボロボロに壊れとったが、なんとかここまで修理できた。もう一晩もあればちゃんと走れるようになるじゃろう。どれ、もう一踏ん張り頑張ってみるかの。また明日おいでなされ。じゃあイリットのとこに泊まりましょう。もう一晩頑張ればって大丈夫かね。別に徹夜でやってくれなくても今日やればね、そんなに急ぎじゃないですから。ナイルじいさんもそんなね若くないから。が午後寝てるって。おてし、修理なら済んどるぞ。車さえありゃモンスターとも戦えるし、よその町にもたどり着ける。もっともっと強くなって、いつかグラップラーどもに一泡吹かせてやるがええと。はい、マリアの仇取っちゃると。これ動けると。走行タイルはもう全部ゼロですね。205、これはちょっとつけないといけませんね。37mm 砲、7.7mm 機銃、ジャンゴ。よし。手紙は届いてないかな。届いていませんと。いや、大丈夫です。満タンサービス。何でも満タン。全車満タン。走行タイルと弾薬を全車満タンですね。めっちゃ機嫌いい。全部やるから。ぴったり51。はい。え、本当に？マジか。ちょっと待って、バギー弾倉、ちょ待って、弾倉弾入ってないよ。弾
51って、え、全部持ってかれただけ、もしかして。ちょ、まあいいや。とりあえず、装甲タイルが残ったんでね、これでね、ちょっと強いモンスターとも戦えますから。せっかくなんでね、モンスターを、おお、曲も変わりましたね。戦車の曲いいじゃないと。それで BS コントローラーもあって、ちょっとずつね広くなってますね。これもね一つの楽しみなんですよね。で左の方とかちょっと行ってないんで回ってみましょうかね。お、ありましたね、家が。パラボラット、まあ、こっからがもう戦闘と。全然楽、戦車楽、一発。ここは何ぞやと。あ、そうで、2からこれわざわざ乗り降りしなくても勝手に降りるっていうね、戦車止め、これが楽になりましたね。お母ちゃんが死んでからお父ちゃんはずっとお酒ばっかり飲んでるんだ。お父ちゃん、エルニーニョの町へ行くつもりなら方角が違うぜ。エルニーニョは東の砂漠を北に向かって越えたところにあるんだからな。うえひく、いや、めっちゃいい人。酔っ払ってるにもかかわらず人助けしてくれる。テッシーは目の前の壁を調べた。壁には若い女の写真が飾ってある。うう、ラトウヤ、どうして出て行っちまったんだよ。ああ、え、死んだ、死んだって言ってんのか。なるほどね。もう獄物巣張っちゃって、ちょっとシャキッとしてくださいよ。もう乗りましょう。上、特にファイナルファンタジーとかと違ってそんなね細かい隠しとかはないと思うんですよね。大丈夫ですね。で、このねでっかい森は通れない。ちっちゃい森もね人間だと通れるんですけれども、この戦車だと通れないですね。林、こちらは特に何もなかった気がしますね。ダメージ受けない。よしよしよし、楽勝楽勝。なんもないかですね。はい、山ももちろん越えられないと。それで東に行くと砂漠ですよ、砂漠。今はねちょっとね断層のお金を貯めてます。で、あとこっちにね多分酒場みたいのが、あ、いけるかな、あったような気がする。キャノンホッパー、これもね人間だったら戦えてないですから。でも戦車だと戦えるというね、レベル2に上がった。本来もう上がってないといけないっていう、 HP4 全然上がってない。で、あったちょいちょい建物が、サソリガン、怖い。うおー、あんなでっかいので刺してくるサソリガン、怖いわ。あんなでっかいっすからね、あれ戦車と同じぐらいのでかさですか。砂漠にはスナザメがうろついている。エルニーニョに行きたきゃ山沿いに北へ向かうのが安全だぜと王を教えてくれると。強そうな大砲を積んでるな。弾が切れないように気をつけて戦えよ。おお、スナザメぶっ殺して賞金踏んだくろうと思ってたんだがよ、反対に奴にぶっ殺されそうになってここへ逃げてきたのさ。おお、宿屋もついていると。ふんと。お、この金庫、立派な金庫だけど鍵がかからないみたいだね。え、何も見つからない。マジか。そりゃそうだわ。
お金あったらびっくりする。こっちの5ゴールド金庫に隠しきれないからこっちに5ゴールド隠したんかいっていうね。ここがね、確かね、酒場なんですけれどもね、攻略本かなんかにね、名もなき酒場って確かあったんですよね。で、大人になったらこういう酒場にね来るんだろうなとかね思ってたんですけれどもね、大人になってもね全然行かない、全然バーとか行かない。まあそれはね、同僚ね、職場、まあ、私サラリーマンやってるんですけれども、同僚とかとね時たま、まあ飲み会とか行ってバーとかも二次会とかで行ったりもすることはするんですけれどもね、一人で全然行かないですからね。はい、ちょーということで、スナザメとね、まあ次戦うことになるんですが、戦って賞金手に入れたいと。そのためにはまずお金はバルカンチュラ、お前この野郎殺しやがったっしょ俺のこと。でも戦車なら大丈夫と。これがね本当にメタルマックスのいいところなんですよね。肉弾戦、まあ白兵戦ですかね、肉弾戦で倒せないけれども戦車だと余裕っていうね。もうハンターでいかにね、やっぱりね戦車、みんながね戦車持ってけ、車乗ってろ、そうじゃないと危ないぞっていうことがね分かりますよね。もうこのねバギーでしたっけ、ガルシア号バギーですね、これ手に入れただけでもう満足っていうね、すげえ嬉しい。砂ザメ行きましょうか。そうしたら弾倉マックスにして、走行タイルが先に補給される2ゴールド。あれ、強さを見るガルシア、ああ弾倉8になりましたね。あれ、じゃあさっきの弾倉何だったんだっていう。まあいいや、とりあえず8発撃てます。8発でいけるかな、どうかなというところですね。はい、そうしましたら次回ですね、砂ザメに挑みたいと思います。動画の移動をよろしくお願いいたします。楽しみにしていてください。テッシーでした。失礼いたします。